こんにちは。今日も明るいスモモちゃんが、明るく元気なスモモちゃんがウキウキでこちらを見つめていますね。いや、さっき散歩してきたんですけどね、まあ天気もよく結構歩いてきたので、そのテンションをそのままにして撮影しております。まあ元気があるということでね、チュールを最近ね与えてなかったんで、久しぶりにね、思い立ったが行動みたいな、そんなとこありますよね。ふと思い出したんで与えていきます。待てよし、待ちきれずだね。チュールはやっぱ待ちきれないのかな。すごい匂いがねするんですよねちょっと人からしたら、まあそのちょっと正直いい匂いではないんですけれどもね。うん、まあワンちゃんからしたらきっとさぞいい匂いなんだろうね。うん、そういう商品なんだろうきっと。これはペチャペチャと音を立てて食べておりますけれども、無我夢中で必死で食べてるね。この必死な姿もまた愛嬌ある、そんな表情です。こういうおやつといいますか、まあ主食以外のねなんかものをあげるとすごいワンちゃんって喜びませんか、皆さんの周りでも。めっちゃ口の周りついてるな。よく見たらめちゃくちゃ周りの口の周りにチュールついてて面白いな。袋の端まで残さずちゃんと食べてて偉いです。あめっちゃ出そう。でもチュールの揚げるタイミングって難しいですよね。なんかいつ揚げたらいいんだろうって毎回思うんですけれども、まあいつでもいいんだろうけどねいつでもいいからこそなんか迷うとこありません？もう食べてたの、もう食べ終わったわ、早いね。まあチュールも少ないっちゃ少ないか。次チュールを与えるのはいつなのかわかんないですけれども、可愛く食べてたんでまたあげます。それではここまでご視聴していただきありがとうございます。なんとチャンネル登録していただくとスモモがハピネスをお届けしに行くかもしれません。高評価やコメントもお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok も投稿していますので、そちらのチェックもぜひお願いします。